正義への報酬プログラムはアメリカ合衆国国務省外交保安部の対テロ報酬プログラム。国務長官は現在世界中のアメリカ国民、または財産に対する国際テロの防止、または良好な解決につながる情報に対して報酬を提供している。報酬はテロ未遂、実行、共謀、または共犯での逮捕、または 有罪判決につながる情報にも支払われる。RFJ は国際テロ攻撃の防止やテロ攻撃に関わった人物に対し正義をもたらすことへの手助けとなった情報に対して1億2500万ドル以上を支払ってきた。フィリピンの過激派組織アブサヤフのリーダーのカダフィジャンジャラーニと J ナルアンテルサリの殺害につながった情報の提供者に対し報酬を渡す。 国務省の代表者本プログラムは1984年の国際テロ対策法によって設立され、国務省の外交保安局によって管理されている。外交保安部のディレクターは、報酬候補者を審査しその後国務省に報酬を推薦する省庁間委員会の議長を務める。委員会には国家安全保障会議、中央情報局、司法省、国防総省、 国土安全保障省、財務省及び国務省のスタッフがメンバーに含まれているアメリカ同時手発テロ事件の後、アルカアイダの指導者層を拘束するための米国の努力の一環として指名手配のテロリストの数は劇的に増加し、報酬も上昇した。しかし、この計画はイスラムのテロリストに対してはほとんど効果がなかった。アルカイダの指導者、ウサーマビン・ラーディンに、 最大額の検証金2500万ドルがかけられていたが数百の匿名の電話が寄せられたが信頼できる情報はなかった。ウサー・アマ・ビン・ラーディンは2011年5月1日にパキスタンのアボッターバードにある民間住宅内でデブグルーと CIA の工作員による秘密作戦で射殺された。外交保安局の脅威調査及び分析理事会のアシスタントディレクターの ロバート・ A ・ハーツバーグは2010年9月2日に国務省の正義のための報酬プログラムはハキーム・ラーマ・フスードとワリウル・ラフマンにつながる情報にそれぞれ最大500万ドルの懸賞金をかけていると発表した。米国務省元長官のヒラリー・クリントンはパキスタンに5人の最重要テロリストのリストを提示した。リストにはアイマン・ザワー・ヒリー、ムハンマドー・マル、イリアス・カシミリ、 アキヤ・アブドゥ・ラフマーン及びスイーラ・ジュディーン、ハッカーニーが含まれていた。RFJ によって5人それぞれに懸賞金がかけられたが、米国の情報関係者は、カシミリは2011年6月3日の南、ワジリスタンでの空爆で99%死亡したと、述べ、リストから除外された。ラマーンは2011年8月の北ワジリスタンでの 空爆で死亡したため同様にリストから除外となった2011年12月22日、RFJ はイランのアルカイダ資金調達ネットワークのリーダーでイランの地盤を通じて資金と新兵をパキスタンとアフガニスタンに送り込んでいるエゼジンアブデルアジーズ・カリルに1000万ドルの懸賞金をかけた。RFJ がテロリストの資金提供者につながる情報に報酬を提供したのは 初めてのことであった、RFJ によって指名手配されている、イスラムテロリストの指導者として、イラクとシリアのアイスセルの指導者、アブーバクルアルイコールバグダーディとテロリストグループ、ホラさんの指導者ムフシンアアルファドリがいる。ありがとうございます。